ビリーブ君にかける橋第6話感想動画でございます。はい。いや、ゾンビーナグも怖かったね急に起きたと思ったらね、急に起きた秋沢に飛びかかってね、ゾンビーナグもが、いやいやいや、別に噛もうとしてないよ、うん、あれウォーキングデッドじゃないからこれ噛まれたらもう秋沢もゾンビーナグもになっちゃうからね、あれ違う違う違う、なんとか抑え込みましたけど、うん、だからあれはあれでしょ、ナグも的には言わないで我慢してたけど、うん、秋沢にちょっとね揺さぶられてうわーってなったわけでしょ、あれは。そう、あの SSD を廃棄しましたっていうところでってことでしょ。でそれをまた元宮が盗み聞きしてんのよ、得意の。そう、そればっかりだな元宮。そうなんだよ。でもさ、元宮嫌な女みたいなさ、そう見えちゃってるけど、これさ、ちょっとさ、もしかしたら元宮がその SSD のバックアップ持ってるみたいなことないかな今後。なんかね、なんかそれもねありそうな気がしてきた。わかるよ、あんなに言ってた島田さんが元宮の悪口。そうそう、本当はすごい結婚したくて、その気持ちが強すぎて、こうめんどくさいことに巻き込まれたくないって思ってて、でもそのゾンビ南雲の熱に負けて、実はそのバックアップ私持ってたの言い出せなくて、うん、言い出したくなかったみたいな感じで渡す時来るんじゃないかっていう。しかもあれか、もともとは狩山のことを憧れてた上司だったから、そう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 、パスワードもなんとなくわかるみたいな、うん、そう、ちょっとなんかそれもあるんじゃないかなってやっぱ俺も今回見て思い出したんだけど、ただそうじゃなかった時覚えとけよと元宮ボッコボコだぞと、そんな時はもういや、そっか、でもありそうな雰囲気ちょっと漂ってきてるよね。でもこれ ね、 そうだね、ずっと悪く言っちゃってましたけど元宮のことで、その SSD のさ破棄の仕方よ、まさかのさコーヒーポチャンだとは思わなかったよ、ね、あの防水じゃないのかあれっていうさその水没はちょっとしょぼくないか、破棄の仕方。水没でいいんだったらこれ秋沢の脇の下とかでいいわけだもんね。いや、そんなびちょびちょじゃないでしょいや、あんだけ汗かいてんだったらもう脇の下でいいじゃん、こうワイシャツのところでこうやって挟むだけで。グレーの T シャツ着ててびちょびちょにはなってないでしょ別に秋沢も、うん、脇汗パッドとかしてるでしょあ、そうか。いや、水没かと思って、そのもっとさ、なんかハンマーでぶったたくとかさ、うんうんうん、まあ磯田が丸飲みするとかさ丸飲みはできねえだろ、その人間ポンプ磯田としてね名を馳せてましたからそんな描写一切なかったよそういうさ、もっとなんか、あ、もう壊れたわみたいなのが欲しくなかった。偽物なのか本物なのかちょっと怪しいし、逆にね、そう、秋沢が入れ替えてるっていうね、そう、さらに可能性。でもなんかその秋沢もさ磯田に会ってさ、そろそろ全貌を聞かせてくれとか言ってたじゃん、うん、あのランニング途中に磯田は犬散歩してて落ち合ってさ、うんうん、そろそろ私にも全貌を聞かせてもらえませんかみたいな探り入れるっていうかさ、 そうだ、ね、それが黒側の人間にも見えちゃうけど、実は狩山の援護のために聞こうとしてるのかっていう、またどっちか分かんない感じになってるんだよこれ。まだ分かんないでこいつ秋沢元宮ね、ここのラインね、このライン分からないとこにずっといるね。そう、いやでも今回の6話はなんかほぼ木村拓哉さんと竹内涼真さんの2人芝居だったり、もうこれ、あ、まあそうだね、なんか見応えあったわ。うん、で理由も分かったしね、まあまあご存知の通りっていうところだしね。で黒木がやっぱり狩山逃がしてたじゃない、だからまあ完全に黒木は味方というかさ、ただそのもうちょっとさ、黒木がその狩山サイドになるまで俺的にはなんかこう納得のいくやり取りとか、なんかこう黒木の心を揺さぶられる狩山の言葉とか、まあ若松とのエピソードみたいなの欲しかったな。なんかさ、狩山が磯田社長に私を信じてくれって言われたんですみたいな最後言ってさ、狩山がそういう風に言われて、黒木があんたはどこまでもバカだなって言ってさ強力になるんだけど、ちょっと薄いんだよなその理由俺の中で。でもあれじゃない、ほらこのまま行くともう遅いんだよね、逃がせなくなるよね、うん、あそこがタイムリミットだったっていう見方もできたなと思って俺が、黒木のだからもっとなんか、うん、今日エピソードが欲しかったの。あ、なるほどね、黒木のこう心情がこう揺れるシーンが欲しかったの、刑事と兄貴の狭間みたいな欲しかったの俺、まあ、だからただそこで兄の若松がご発注で差額着服してたっていうのは違かったっていうのはなんとなく分かったけど、だからその事故の絵を描いてる黒幕がいるって言ってたじゃん、うん、黒木も、うん、だからまあ
バンクシーか山下清が犯人なのかなと思った。その じゃあ絵を描いてるって、その物理的に絵を描いてるんじゃない、描いてる方ね、ストーリーを描くっていう描いてる。だからでバンクシーだったら見つかんねえからさ、逆に見つかんないか、うん、で山下清は山下清で、うん、すぐ放浪したから見つかんねえからさ、ボボボボ、うん、僕は橋を崩壊させたんだなって言われる。おむすび食べてくれよ、その言い方で。おにぎりが好きなんだな。だから、次回、塚地さん来るかな、これ。来ない、来ない。新しい方のね、裸の大将じゃないの。新しい方って言っても結構古いけどね。もうそうだね。2代目ね。2代目裸の大将。まあ、だからいるんだろうね。そうなってくると、やっぱり今のところ、黒幕というか、都知事かなってやっぱなってきちゃうけどね、うんうんうん、出てる人の中では。そうだね、そう、うん、ずっと言ってるけど帝和建設以外のゼネコンとつながってて、要は龍神大橋がビッグプロジェクトじゃなくて、この黒金島の再開発のプロジェクトの一端っていうことだったんだもんね、龍神大橋が、うん、だからもう本当にさらに龍神大橋よりもでかいプロジェクトの中のいろんな金が動いてるっていうところだね、これね。で、あとついに満を持して次回坂東が登場するっぽいんだよ。ああ、そうだね。干されてなくてよかったよ、本当に。干されないよ、大物俳優が。いや、でもから次は誰と腕相撲するのか本当楽しみになってますけど。そこじゃないのよ、狩山とどういうつながりがあるかっていうところだよ。みんな知りたいところ。このビリーブって坂東がアームズレスリングの世界チャンピオンになるっていう話じゃないの？そんな願いはないよ。あのシニアのさ、シニアの大会でマスターズで、いや出ない出ない。でここで坂東がどっち側なんだってとこよ。またなんかここまで来ると都知事とかとさ実はつながったってさ、うん、あんだだって言ってたじゃない、現場の人間が気づかないわけないって。そのそうなんだよな。であんなベテランの仕事できそうな親方、うん、バンド気づいてないってことあんのか、じゃあってなるじゃん。 そうだよな。そのハンダの言うことを信じるとってなってくると悪バンドじゃん。もういい人に描いといてっていうパターンだな、これな。あるな、最初のアームレスリング、やっぱあのアームレスリングで狩山がわざと負けたっていうのを気づいてて悔しかったんじゃない。それで狩山を落とせるためにあの橋を壊したっていう。報告がでかすぎるんだって。合ってないのよ、その悔しさと起こした事件。自分の悔しさと起こした事件の比重が合ってないのよ。合ってない。一番イカれちゃってるから、それ。いやだからこれなんかそう考えちゃうと本当に気づかなかったっていうのがね、仕事できない坂東ってなんか想像つかないし。そうそうだね。じゃあ黒側坂東もあるね。だからその龍神大橋以外の場所での仕事を請け負うために、うん、そっちをまあ犠牲にしてっていうのもあるわな。なるほどな。狩山を陥れて、まあ、だから都知事の手助けをしつつこれをやれば、うん、まあ、新しい仕事これからも先与えるよみたいなねパターンもあるわな。でもやっぱその最終的にはなんか男気見せてほしいけどな。狩山の熱に負けて若き日の親方を思い出してさ、俺も昔はまっすぐだったみたいなのを思い出して、うん、悪いことしてきちゃったんだけど狩山側になるっていう風なポジション、まあ、最後の最後に全部打ち明けるっていうポジションにも来てほしいわな。腕相撲しながらね。いや喋れねえから。だいたい腕相撲してる時みんな息止めてるんだから、一回負けて次は左ねえじゃないから。じゃあ黒幕やっぱ都知事と悪ゼネコン、うん、まあまあそこのでかいでかいとか、もしくはその都知事のもっとその上の人物、その大臣クラスとかさ、悪政治家とかが出てくるのかい、さらに。まあ、絡んでくるんでしょうね。いやそこ気になるね、うん、あと清水さんの冤罪は晴れるのかも気になるし。あと檜山は何者なのかっていうのも気になるしね。あのアンチヒーロー、アンチヒーローが入ってきちゃってるよ。一番は正樹の病気は治るのかっていう、ね、そこもね、大物政治家のね。全部政治家絡みの、どれも我々見てるやつ全部政治家裏で暗躍してるやつだから。たかしはちゃんと手術するのかとか、正樹をね。気になりますよそりゃ。たかしのやつだけちょっと弱いな。政治家絡んでね。いやでもね、この6話見て一個最後に言いたいのは、それにしても狩山の変装が甘いな。着替えて散髪して眼鏡かけただけで、ちょっとおしゃれしてるもんな。もう週末に
軽くイメチェンした大学生みたいなさ。そうだね。髪もなんか刈り上げてなんかちょっと爽やかになって、メガネもね、アスナロ白書みたいなメガネかけてさ。懐かしいね。デカメガネ、黒縁デカメガネみたいなさ。うん。ほんと、イメチェン、軽いイメチェンじゃん、あれ。そうだね。あれ、わかるで。わかるな。坊主にせえ。うん。本当 に見つかりたくなかったら。ヒゲ生やせと、うん、で、逆にそらせ、ね、逆にそうだよね。いくらおじいちゃんの床屋だからって、おじいちゃんなんか一番ニュース見てんだからさ。うん。新聞とね。逆にもう、磯田みたいな髪型にしていけよっていうね。なんで磯田みたいな。会いに行くなら。狩山くん、私と同じ髪型にしゃべるじゃない。会話の入りが変になっちゃうからさ、そうなると。あ、そう。うん、あ、会いに行った時ね。そう。いや、全く触れないと思うよ、俺、磯田は。それはそれで。こいつ、俺のこといじってんなと思って、絶対触れないパターンの。そう。で、あの、磯田が飼ってる犬も、狩山の方に行っちゃってね、間違えて。全然懐いてねえじゃねえか、あのでかいの。いや、見た目で惑わされちゃって、髪型一緒にしてったら。大体鼻で嗅ぎ分けろよ。それは思いましたけども、ええ、いやでもね、脱走劇なんだけど、だんだんやっぱ黒木も味方になったりとか、うん、どっちつかずの人が結構多いから、こう終盤に来ても楽しめそうな感じするよね、うん、注目人物が多いもん、ま、そうだね、まだ大どんでん返しとかありそうだもんな。うわ、こいつそっち側だったのとか、うんうんうん、まだわかんないから。そうだね。じゃあちょっとその辺も注目しつつ、7話からも楽しんで見ていきましょう。はい、では今回の動画は以上でございます。皆さんからの感想考察もコメント欄でお待ちしてますんで、よろしくお願いいたします。では次回の動画でまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。